マルガリータ・シモノブナ・ナシモニャンは、英語テレビ放送ネットワーク、RT の編集長であり、国営国際通信社、ロシアの今日の編集長である。ロシア南部の町クラスのダールで、アルメニア人家庭の子として生まれる。両親は、オスマン帝国からのアルメニア人難民の末裔だった。父方の家系は1915年のアルメニア人虐殺の間、 元々住んでいたトラブゾーンからクリミアへ移った。第二次世界大戦の間、ベリアの NKVD によって、彼らは何千もの A 無神人と一緒に、ウラル地方へ強制移住させられた。この時に、シモニャンの父はエカテリンブルクで生まれ、シモニャンの母は19世紀末のトルコによるアルメニア人虐殺から逃れた家庭のもと、ソチで生まれた。シモニャンの家庭は、 ソチのアドレルスキー市にあるモルドブカという町にレストランを所有していた。シモニャンは労働者階級出身で幼い頃からジャーナリストになりたかった。彼女は最初地元の新聞社で働き、その後、クバン連邦大学でジャーナリズムを学びながら地元のテレビ局で働いた。1996年、シモニャンは米国務省が主催する未来のリーダー交換プログラムと 学生交換プログラムの一環としてニューハンプシャー州のブリストルに1年間滞在した。彼女曰くこの期間にロシア人とアメリカ人は文化や家族との関係や生き方、反応、ユーモアのセンスがとてもよく似ていることを発見した。シモニャンは地元テレビ局で第二次チェチェン紛争とロシア南部の大洪水について扱いプロフェッショナルの有機賞を受賞した。 2002年には国営テレビチャンネルロシア一の地域特派員となり2004年に発生したベスラン学校選挙事件を扱った事件の現場に最初に到着したジャーナリストの一人であった彼女は186人の子供を含む334人が殺害されたのを目撃した彼女はインタビュアーに対して今まで 私に起きたことで最も悪い事態だと話し、また事件について記事を書こうとするとき頻繁に泣いたという。その後彼女はモスクワに移動し、クレム人の担当になった。彼女は初めてロシア国営テレビラジオ局の副社長に就任し、ロシア連邦市民会議のメンバーとなった。2010年には最初の本、モスクワへ向かう、を出版した。2010年4月に、 RT のオフィスを訪問したドミトリー・メドベージェフを案内するシモニャン編集長。シモニャンはわずか25歳で、RT の編集長に2005年に就任した。彼女がジャーナリストとして活動し始めたのは18歳からで、ある。彼女は2008年のインタビューで、私の年齢は、私がどうやってこの職に就いたのか、人々によく疑問を抱かせると述べている。モスクワメディア法。 政策研究所所長でモスクワ大のジャーナリズムの教授のアンドレイ・リヒターは彼女は良い骨を持っていたので指名されたと示唆した。いくつかの情報源が彼女はウラジーミル・プーチンに近しいクレムリン支持者だと裏付けている。プーチンが彼女に一度花を贈ったことを彼女は認めている。花のことについて尋ねられた時、シモニャンは報道関係者の会議でプーチンが タジキスタンの大統領と話していた。その時私は特別な記念日である25歳の誕生日だった。他のジャーナリストたちがこのことを話しているのをプーチンは聞いていた。そういうわけで私が花を受け取った。これはとても自然なことだ。これはあなたの言う大統領の大きな配慮にあたるとは私は考えないと説明している。ソ連崩壊後、 たくさんのベテランジャーナリストたちは新しいメディア企業から求められなかったが、これは企業が経験の浅い若いジャーナリストを好んだためで、ほとんどの社員が若者であった、とシモニャンはレポーターたちに説明してきた。ロシア国外出身のジャーナリスト約70人を含む300人のスタッフと共に、RT は2005年12月10日に放送を開始した。シモニャンは、 RT の報道と政治的立場についての質問に頻繁に答えてきた。RT 立ち上げの際、RT の趣旨は BBC や CNN、ユーロニュースのように世界へのロシアの意見を反映して、ロシアのよりバランスの取れた情報を提供するプロの形式を取るとしもにゃんは宣言している。また彼女はレポーターに政府は内容を支持せず、 この国では政府による検閲は憲法によって禁じられていると言った。彼女はモスクワタイムズに対して RT が一度物議を醸して発生した論争は局にとって不可欠なものであると述べた。また RT の仕事はモスクワでの評判を良くすることではないとも述べた。しかしながら局は西側でバイアスがあると繰り返し批判されてきた。 シモニャンはことわざを引用している。客観的なものは存在しない。ただ、複数の異なる視点から見た、真実に近いものは存在しうる。ロシアがジョージアと敵対する南オセチアを支援した、RT の2008年南オセチア紛争の報道について彼女は、自身の考えをワシントンポストで議論した。英語チャンネルの間では、RT だけが、 南オセチア側の話を提供していた、と彼女は述べている。RT は、ロシアの空襲を過小評価していると断言した、RT 特派員のウィルダンバーの主張をシモニャンは否定し、彼の主張する検閲の存在も否定した。彼女は、他の放送局と比較して、私たちは、我々が、ロシアの放送局だという事実を隠そうとはしていない。当然、 私たちはロシアの視点から世界を見ている。私たちはこの点において幾分か誠実だ。と述べた。2013年12月31日には、シモニャンは新しい国営通信社であるロシアの今日の編集長に就任することになり、二つの団体の編集長を兼任することになる。ジャーナリストでプロデューサーのアンドレイ・ブラゴジレンコと結婚している。 2013年8月には娘が生まれており、2014年9月には息子バグラットをロシア系アルメニア人の映画監督チゴラン、ケオサイアンとの間に設けている。シモニャンはロシア語と英語が流暢である。2012年のインタビューで彼女はアルメニア語を話せないことを悔やんでおり、これは家族が方言の違いから家庭でアルメニア語を話さなかったのが原因だと説明している。 ありがとうございます。